UCO では昨年3月に菊野区西部地区における小学校統廃合を取り上げてきました。今回は完成間近の田島小中一貫校を学校見学してまいりました。絶対間に合いますし、絶対できますってずっとおっしゃってて、みたいな。小運動場はまず使えない状況からのスタートで、だから中学生はここ部活動で使うけども、小運動場は行き来の放課後の子どもたちの場所として唯一ある運動場やと。運動場も小学生用、中学生用という分け方ではなくて、小運動場、大運動場というような分け方で、体育の授業とか時間割を工夫して、小学生と中学生が、お互い、気持ちよく過ごせるようにということで計画しています。それから、今おっしゃった新年度の高浜で工事、子どもたちはその工事中にも登下校、してたでしょう。だから本当にこの、5300平米もともとはね、ここ、で狭いところにそういうまだ囲いが残る小運動場と言われるところが使えないというね、400人の方が来て、自分小学校用の運動場も使えないというような形で、なんというのはね、その何年かしてもらえるかと言われるけども、本当に厳しいんじゃないかなというふうに思うんですけども、こんだけ学校が一つに小中一貫校しなければならないっていういろんなことを皆さんがおっしゃって、これが小中一貫校になって、私たちはそれぞれの小学校中学校で子どもたちがしてた活動をちゃんと保障してほしい、その気持ちだけなんですけど、今まではさあ遊びに今から出ようって言ったら昼休みも20分休みも 出られた、それがなんでできなくなるのって。他の小中一貫校と一番違うのは、ここは本当に一つの場所を真ん中に建物を建ててでも分け合わなければいけない状況になるっていうのは、これから簡単な問題じゃなくて、時間割も今作っていただいて、大中小のチャイムが鳴って、エリア分けもしましたっておっしゃるけれども、小学校1年生の子が自分の低学年の教室以外の場所に行くときに本当に迷子になるような特別教室は全部の塔に散らばってるんです。で、それを階段の色分けしたりいろいろしてくださってるんですけど、で、今日見ていただいたところから新校舎って通路がつながってないんですけど、小学生中学生がほんま迷子になるやろなってやっぱり心配してます。で、5階建てのプール、5階建ての上にあるプールっていうのはこの辺でもどこにもなくて、やっぱり3階建て10メートル、今私たちが見ていただいた建物からさらに10メートル高いところに新校舎の10メートルで、新校舎20メートルあるんですけど、その上にあるプールっていうのは本当に子どもたちがそこまで上がっていってプールで活動して楽しく過ごせる、安全に過ごせるんかなっていうのは私本当に未知やなと思ってます。もっと5年も6年も前にこの地域の説明が必要ですわ。立ってからこういうことやったら遅い。とりあえずとして田島中学校のこのグラウンドは、中学校のグラウンドはもともと狭かったわけですわ。だから防球ネットも上げたわけですわ。どん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 ボールを表に出るということで、なおさら狭くなった。こんな運動場、これもう本末転倒ですわ、これ。だからもっと地域に本気本質で丁寧に説明をして、地域の何の説明もなしにこんなことを やるからこんなことになるわけですよ。後出しでこうするからこういうことになるわけですよ。先生もさえないんですよ。スケジュール専攻の小学校統廃合、中学校の中に小学校を建設するという暴挙、タイムシェアリングで学校を使用する児童への負担、
5階建て小学校の最上階がなんとプール、未完のまま開校するスケジュール、負担は児童生徒だけではなく先生にも及びます。これはあなたの小学校区にも起こりうること。